正足は陽神流真の神道流の奥義を極め諸国を遍歴し各藩の鹿と試合をしたが腐敗であった。多年経験研究を重ね京都北の天満宮に参籠し陽流の風になびく様を見て逮捕し天神と以前修行した二流より真と陽の一字ずつを取り合わせ天神真陽流と名付け創始した。幕末において門人五千余りを教え柔術170数流派の中においても最も秀でた流儀と称され諸藩の武士が競って修行した。明治時代に入り講道館柔道の創始者加納治五郎師範は明治10年師範家福田矢之助の門に入って修行し明治12年に師の死去に遭い三世磯正友について修行を続け明治15年講道館を創立しました。本日は流鏑馬をご覧いただきましてありがとうございました。また1年後にここ明治神宮でお会いできれば幸いです。お会いを予定しております。ここ流鏑馬の場所にまして、そしてのこの近くで聴覚をご覧になったり、質問をしたり、ご購入ぜひご参加ください。
をさせていただきたいと思います。森重より結構うるさいんですから、多分聞こえるかもしれない。
15畳ぐらい。は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